本日は背番号7番宮本選手に来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。本日の結果を受けて感想をお願いします。オフェンスとして、タッチダウンが1本というのはすごく非常に情けないこと で全体の中で、相手のところ相手の陣地まで攻め込んだにもかかわらず取れなかったというところが何本もあったので、その点はすごく反省しなきゃいけないなと。でそれがまた負けにつながっているなというような気がしています。次節、シルバースター戦10月21日に向けて、意気込みをお願いします。はい。今日の反省を、しっかりと生かしてですね、オフェンスは点を取る、そして、チームとしてしっかり勝つというようなチーム作りを短期間でありますけども、しっかりとやっていきたいなと思っております。お疲れ様でした。お疲れ様です。